眼科専門医の平松です。今日は手術助手の水かけ、水をかけるのはどこに水をかけるといいかということです。大切なこととしては自分がやりやすいようにやるんではなくて手術がやりやすいようにやるということになります。例えば目があってカメラがあってその間から水を直接かければ真正面に入るので確かに水はかけやすくなります。しかしこうやってしまうと目が見えないですよね。というように手術者も、手術やが見えなくなってしまうのでこれでは良くないわけです。斜めから水だけが飛んできて角膜に当たるようにしたいわけですね。斜めから水をかける場合というのはその力によって、場所が変わってくるわけです。例えば強い力であると同じ位置からやってもこっちに飛んでしまいますよね。弱い位置だとここで落ちてしまいます。適切な力でここにうまく当たるというような形式になります。ですから位置とその力加減のバランスが必要になってきます。最初は顕微鏡を見ながらでは難しいので直接患者さんの見ながら水をかけて慣れてきたら顕微鏡を使うようにしてください。水をかける位置ですけれどもこう見ていただいて分かるようにこっち側から水をかけるとついついここばっかりが水かかってしまってこっち側が乾いてしまうというのがよくあります。ベストは頂点一番上真ん中のところに水をピュッとかけて行き渡るようにするというのが大切です。ただそううまくいかないこともありますし患者さんの目自体が動いていることもあります。もしそれでも行き渡っていない部分があるのであればそこに水をかけたりはたまた量を増やしてたくさんかけてすぐに吸うというようにして表面を潤す方がいいです。ですから均一に水が、滴っている状態が重要であると思ってください。かといって最初はどのタイミングでどのぐらいかけていいかわからないと思います。そういう時は、なるべく邪魔じゃない時はかけてで、かけすぎたら吸えばいいんだなという発想でやっていただくのがいいと思います。